行けるか。はい、よし、はい、ありがとうございました。結構ずれてる時もあるんですけどね。逃げられました。違うので。え？寝た。おでんし投げ入れだって。え、そうなの？じゃあもういい、出るって。佐藤さんの3000人記念おめでとうございます。ありがとう。そういう飲み会だけが。うん、あ、なんか何でしょうこれ。ビールのスプライト版割り。せっかくキャンディーグッズになったら、嫁さん探すって探しに行かないとな。こんにちは。うん、あ、いいんだね。彼女はいないね。彼女がいねる時ってさ、でもあれだよ、世界中の女が自分の彼女の女に可能性あるって思っちゃうよね。俺は思ってた。思ってたんすか。可能性は否定しませんけど、まあまあまあ、可能性は否定しませんってのが、可能性は否定しないけど違うけどなみたいな感じの雰囲気。いや、そんなことない、そんなことないですよ。なんか嫌な感じだな。いや、違うけどなってのはないですよね。え、森田君ね。森田君に逃げろ、おめえ行くぞ。困った時いつも他人だ頼みだよ、おめえは。しょうがないですね。まあ今度僕がね。ほら見ろ、みんな巻き込みやがって。もんじゃくんはあれなの、どういう子がさ好みなの。今度ね、青森も行くし、秋田も行くんですよ。もうあそこら辺のテリトリー縄張りになっちゃうんですよ。本当に貨物もね、あの車掌さんじゃなくて運転手なんですよ。すごいね。いいか、熊井、はい、大久保さんも見習うんだぞ。なんすか。さっき俺その話全部説明したのに、って初めて聞いた。やべえっすね、さすが大久保さん。今俺途中で、そうなんですか。ちょっと失敗しました。でも僕、あと服部さんと話すときは初めて聞いたように接してます。私はこれ、その話もさっきさ、大久保さんにして、あ、そうですか。熊井戸さって、あと昨日のあの炭酸のやつさ、言ったところなんだよ、大久保さんに。すみません、私もやってますね。我が社は答えはないしかない。まあ大久保さんは確かにそういう社会だからね。ミスが入った、承知しましたね。室井さん見てないし、いないですか。室井さん。運転士か、資格に免許取らないといけないですよ。あ、はい、今から取るんだ。そうですよ、そんなくらいかけて。え、そうなんだ、持ってるわけでねえんだ、はい、持ってからやらせないのかと思ってた。そうなんだ、はい、免許取る教習所みたいなのがあって、うん、あ、それ東京にあるんですけど。どこに。東京です。あ、東京って言うのか。青森に行くのに2ヶ月くらい行って、日焼けの2月くらいからその教習所に。福田さん、はい、学科だけ教習所で通って、実技はまた思って、実際に運転しながら。へぇー。初め的なイメージ。そうですね。あの、で、アマテレスは、あの、そうだしでさ、ブラッシュしててさ、警察に止められて、免許見せろって言われたの。免許証って言われたよ。免許証は多分会社が持ってるはずなんで。あ、そうだ、自分では持ってねえんだ。自分で知るんだ。どんな免許証携帯でちょっと引っ張られてる。多分見ることもないんじゃないですかね。自分は？はい、免許証そのもの。こんなの飛んでけねえんだ。
らいかかるで。そのうちインド。JR 貨物のインドでもあるわけです。なるほど。それくらい待って。カンノ君遅れてきたらあれだな、じゃあ割り勘で、まあ遅れてきたのはあれですね。はい、読んだ。おお。一応、うん。分かれよう。このメン知ってるメンバーってそんな感じだべ。だってあと。あれはあれあの人は？松島さんは。松島君にはあとで。松島読みましょう。松島さん。もしかしたらワンチャン仙台に行くかもしれません。いや、いいだろう。東北大学たまに行ってるんですよ。あ、なんかそんなこと言ってたけど、ね、まだ行く機会には、仙台になかなか行く機会なくてって嘘ついてたぞ。嘘ついてたさ。困ったもんですね。僕はポテト正解です。誘われるのいいや。やっぱこういう時のポテトはやっぱ定番ですよね。あるもの。おはようございます。うん。あ、よろしくお願いします。森田君、あれだから。もうおかしくなってもう。食べれなくて、森田君、あれだから、二次会、あれだから、ホルモン。ホルモン二次会で行こうね。じゃあ、おでんにします、おでん。おでん願ったからこう。願った。残念でしたね。なんかまだ4時なのに売り切れですとかって。どういうことですか。用意してる方だけだよ。おでんとか好きなの。おでんでもしかして嫌いな人もいないんじゃないかな。外人とかにあんまり食べないけど、まあ食べないけど好きってどういうことよ。結構甘い。あの実家とかだったら家ですけど、一人だとなかなかちょっと、なんか味が結構、繊細な味じゃん。なんかあんまりあの若い人とか、外国人とかに分かりにくいやつなんじゃないかな。森田君だって繊細だし。いや、外国人だからさ。外国人。家族いっぱいとかいたら食べますけど、どういうこと？でかい鍋で一人で食べるの辛いじゃないですか。いっぱいできちゃうから。いやいや、セブンイレブンで買ってくれゃいいじゃん。クイズでやるだけ。違いませんか？違くねえよ。だからおでんって言ってるじゃん。見てますけど、おでんじゃねえと。みんなで食べるものはおでんって。俺はそういうイメージだったら、でかい鍋でたくさん日本で食べるのがおでんだってね。そうですね。子供やるよな、そういうな。どちらかというとおでんの具じゃないですか、多分。おでんの具、略してよ、おでんじゃん。かたくなだな、飲み物。もうあるし。もうあるのか。飲み屋って2回かのか。でももうちょっと真面目だから、月に1回ぐらい坊主に来るみたい。このむちゃぶりももう今日で最後だぞ。来週のどうぞ来ましたか。来週ははい、金曜日もあれば会社行って来週あれなんだっけ、お坊さん金曜日だけなんだ。はい、お待たせしました。